はい、こんにちは。こんにちは。今日も撮影しております。はい、酒井ほまれプロ、はい、和田プロ、MC 佐藤で、撮影してるんですけども、本日の内容は、はい、最強ドライバーはどれかっていうことなんですよ。最強ドライバー、はい、最強ドライバーね、うん、で内容的には、はい、最新ドライバー、最新ドライバー、テーラーメイドとか、うん、タイトリストとか、うん、キャロウェイとか出てますよね、はい、出てますね。そのドライバーと、うん、こちら、今日もゴルフジャングルさんに来てます、はい、岐阜市にある、よくね、はい、撮影で使わせてもらってるんですけど、そうですね、になってます。そのゴルフジャングルさんに置いてある G クラブ、うん、お、うんうんうん、も含めて、はい、どれが一番飛ぶのかっていうのを3人で計測していきたいと思いますけども、はいはい、まあ、計測方法はね、はい、ヘッドスピードが別なので、はい、ほまちゃんが43前後ですね。43前後、はい、で僕がトラックまで46ぐらいかなっていう感じ、はい、でワダッチが、ドラゴンプロなので 60?70? マスナ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 、ハードル上げてくる。ハードルを上げないの、はい、だいたいだいたいトラックマンで測ると平均 52g、 52ぐらい、はい、なるほど。で、なぜ3人で打つかって言ったら、はい、こちらの中古ゴルフショップ屋さんなので、はいはいはい、シャフト、ロフトが別、うん、バラバラなんですよ。そうですね。なので、はい、まあ、10.5 とか 9.5 とかいろいろあるんですけども、はい、まあ、それぞれどれが一番いいのかっていうのも、はい、検証ができると思いますの で、 そうです、ね、まあ、3人で打っていこうかなと思いますけども、はい、まあ、ちょっとね、そわ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 している方がいるんで、お、ちょっとね、いつも通り準レギュラーの人を呼びたいと思いますので準レギュラーよろしくお願いします。お願いします。ゴルフジャングル店長タッキー、滝沢ことタッキー、どうぞ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 。また来たね。また来た。また来ちゃったね。懐かしいね。ちょいちょいね。あのセントフィールドのチーム戦委員会で、ね、あのグダグダな。ああ、やったやった。あったね。ひどかったやつね。そうそう。あれ以来の出演になりますけど、まずね。はい。そうそう。はい。さっき今日はありがとうございます。あ、いえいえ、ぜひ。ね。ぜひぜひ。はい、面白いやつがね、揃ってるんで、はい、いいと思います、非常に。はい。どうなんですか、最新クラブの売れ行きは。やっぱり、中心となってるのが、ステルス2、パラダイム、ピンの430、あ、430ね、三強ですね。ここの三強はやっぱり譲らないですね。まあ、分からんけどね、これ実測したら、ね、もしかして G クラブがいいっていう可能性もある、ね、でもゴルフジャングルさんといえば G クラブですよね。だからそこに入ってくるのが G クラブ、そうですね、はい、だからここら辺の三つども四つどもへ、はい、結構面白いと思う。マジで忖度なしいっちゃうから、いいんすか。あ、全然いいっす、全然いいっす、やっちゃうっすよ。あ、全然いいっすよ。だってね、それぞれタイプが違うわけなんで、まあ、確かに、確かに、ね、ね、うん、そうですね、はい、確かに。だからそれが非常に面白いところだと思います。ほまちゃんに合うやつ、わだっちに合うやつ、チーピン、もちろん僕に合うやつってあると思うんでね、チー持ちね、はい、チー持ちね。さあ、どのような結果が出るのか、はい、皆さん、最後までご覧ください。お願いします。エブリワンゴルフ、はい、ということで、はい、ゴルフジャングルさんのトラックマンルームね、はい、いつもの密室に来ました。密室に、はい、で、今こちら皆さん見てると思うんですけど、はい、1,2,3,4,5,6 の、 あのドライバーが並んでるんですけども、はい、スリクソンの ZX5、 はい、コブラの LTDX、 はい、はい、最近汚れてます、はい、ね、いいっていうスマホ、うん、これで、ピンの G430、 はい、安定、キャロウェイパラダイム、うん、タイトリスト TSR2、うん、ステルス2、うん、これが、まあ、メーカー品さんのドライバーですね、はい、で、ジクラブが、はい、これ、アサヒゴルフさん、お、アサヒゴルフさん、メタルファクトリー、メタルファクトリーのアサヒゴルフさんのドライバー、はい、GTD、はい、でこちらね、新作バハマ、バハマ、バハマカチャカチャ付きになりました。やばいですね、カチャカチャ付き。そんな、うん、そんなバハマ、ありがとう、はい、で、ほまちゃん、はい、はい、もうこれ僕いつもお世話になってます、ワクチンワクワク7ね、この定番化してきます、ワクワク。そして、はい、バルドの最新クラブ、はい、2パターンあるうちのディープを持ってきてます。なるほど、はい、いいですね、めちゃめちゃ面白いクラブたち、うん、これマジでどうなるか見ものですよ、うん、結構激アツなとこばっかりです ね、 ね、激アツ、ね、マジ、うん、まあ、では早速3人で試打していきたいと思います。はい、はい、エブリワンゴルフ、はい、じゃあこのドライバーね、全員で2球ずつ、診断したいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずは早速やっていきたいと思います。ステルス2ですね、ステルス2の 10.5 度、シャフトは
ディアマナの WS50S ですね。このスペック打ってみたいと思います。ボールがね、トラックマン専用ボールと、はい、いうことでタイトリスト V1X いきたいと思います。どうや1球目、42.6 のヘッドスピード、まあ予告通りでね43前後ですね、だいたいいつもこれで測ると。で、ミート率 1.48、 いいね。お、めちゃめちゃいい、綺麗に当たってます。で、飛距離が 236.3、 はい、ちょっとボールスピード、あのスピン量が多いかな。スピン量が多いです ね。どう、はい、2500、このスコア、うん、でも、もうスピン量だけ、スピン量がちょっと多かったので距離が伸びたりだけ、うん、あ、まあそれはクラブなのかっていう話ですよね、うんうん、もう一球言ってみようか。はい、43、そうヘッドスピード変わらんな。あ、ちょっとスピン力かかって254、すごい、ちょっと飛びましたねこれ。ほう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 、いいね。でもミート率いいね、 1.49、 ほうほうほう、254ヤード。数字的にどうなんやろねこれ。あ、でもホマちゃんに珍しく捕まるんやね、それ。そう、今捕まえに行ったんです。あ、行ったね。なるほど、ちょっと捕まえたら飛ぶかなと。なるほど、はい、飛ばしにかかったわけですね。飛ばしにかかったね、ちょっと。ということで、次 MC 佐藤ですね。ディアマナステルス、いきます。はい、おお、ナイス。うん、おー、数字も大体言ってる通りぐらいじゃないですか。うん、あ、ヘッドスピード的に、うん、お、でも 1.49、 1.49 すごいね。ということで 46.5 のミート率めっちゃ良くない？うん、なんかすごいいい ね。これはスピン量だけ、ステルス2だからミート率が上がるっていう話になるのっていうのをみんな打っていけばいいよね。うん、じゃあ2球目、佐藤初。うん、ナイスボール。いいね、ナイスボール。ありがとう。おお、めっちゃミート率良くない？いい。だから単純にヘッドスピードに対して距離がどうなんかっていうのをボテた方がいいですね。確かに細かい数字は 見てもらえばいいんで、うん、やっぱ飛距離だよね。そう、スピードと飛距離がどのクラブが出るか、もうそれだけいこう。だから46で266ってことよね。うん、それを全部言ってた方がいい。来たよ、おまちゃん、ドラゴン選手、はい、おっと、やってくれるよ。あんま振ると疲れるよね、うん、はい、話題いきます。はい、おう、うん、おー、51。あ、飛距離あれ飛距離、あ、やっぱ吹いてるってことかな。そういうことやね、ちょっと吹くね。あー、これ出るね、露骨に、うんうん、やっぱ51出るとこのシャフトじゃ弱いかも。うん、ロフト何度だっけこれ。ロフト 10.5。 あー、なるほど、すごい吹いた今。うん、なるほど、ドラコン選手にはちょっと厳しいスペックなんかね、やってる、うん、なるほどなるほど、ね、じゃあもう一回いきます。OK、 ちょっとだけ捕まえに行っちゃう。52、いや、300超えた300超えました。調整するね、超えましたよ。ちょっと捕まえに行っちゃったけどね。おばちゃん、テーラーメイド、うん、これ、はい、どうでした感触は。いや、いいっすね。僕もともとステルス使ってるんで。あ、そっかそっかそっか、イメージがやっぱ近いですよね、うんうん、振りやすいしね、このシャフトが癖がない ね、うん、はい、確かに、うん、僕ステルス1、買いません、買いますで買ったじゃないですか、うん、全然よ、なんかいい感じするね。こっちの方が優しい、優しい、全然いい、ね、うん、なんか滑り感がないというか、うんうん、そうね、だいぶ優しくなってる気がする。シム3、これシム3みたいな、そう、進化してますよね、やっぱりね。めちゃめちゃ、うん、いきなりワダッチ300ヤード超え、さすが。いや、違うな、これ。でも次のね、ホマちゃんが300出るかもしれないね、うん、上げるな、上げるな、ハードをハードを上げる、ハードを上げる、ハードルね、ハードルね、ハードルね。まあ、ステルス2の結果はね、こんな感じになりましたんで、はい、じゃあ次は行きたいと思いますね。はい、はい、はい、次は、スリクソンの ZX5 です
ですね。ロフトは 9.5、シャフトは、ディアマナの、ZX250S ですね。このタイプ打ってみたいと思います。あ、音がちょっと違う、ね、ちょっと音が、うん、うん、おお、ね、ミート率上がったね。1.50 出ました。すげえ。247か。はい。なるほど。うん。よし。構えた感じはどうですか？構えた感じね、すごくね、ヘッド構えやすいですね。ちょっと艶消し、あんまり大きく見えないっていうか。へえ。すごく構えやすいですね。よし、2球目。どや。うん、あめちゃめちゃうめえ。ちょっとちゃんとしてるな、数字が出ますか。これまあミート率がいいっていうのもやっぱドライバー関係ある、うん、あるある。推定では広がってるっていうところはやっぱすごいね、多いね数字が。いや、ありがとうございます。あ、でもね、すごく振りやすい。あ、うん、やっぱディアマナ。いや、ディアマナ、これほんとやっぱディアマナ。そう、しなりが自然だし、なんていうんですかね、打感もいいですね。なるほど。ちょっと変わった音するんですけど、うん、結構こうくっついて押してる感じがやっぱするんで、まあいいヘッドやなと思います。これ前作とかより結構人気高い ね、 ね、今は多いですよね。うん、うん、ちょっと打ってみますね。はい、 MK2 マーク2ってことね。あ、顔めっちゃいい、つや消しの。めちゃめちゃいい球や、うん、いいね、めちゃめちゃいい球や。いいよ。めちゃめちゃ打ちやすいよこれ。打ちやすいね、これちょっと打ちやすいよこれ。じゃあ2球目いきます。ちょっと捕まったかなこれ。どや、ちょっと捕まった。でも280。おお、すごい ね、 捕まっとると 1.5 だよ。いや、すごい。タッキーいいね、買いまーせん。あ、もうやめますそれは。でもそのクラブ本当に今人気があって、うん、MK2 多くてプロがビビってるって。そういうことです。本当だ、構いやす。みんな言うね、構いやすいよ ね、 ね、すごい構いやすい。ちょっとあんまりでかく見えないよね。ああ、うん、ちょっとこうなんか丸みを帯びてるからちっちゃく見えるのかな、うんうん、なんかシャープに見える。ね、ディープすぎずシャローすぎず、うん、感じ。よし、じゃあいきます。うわ、すげえ音、はい、これ飛んでるぞこれ。パカっていったよ。お、あれなんか飛んでる。あれ、俺も飛んだ。ミート率下がったな。吹いた、これもちょっと。あ、うん、やっぱ吹くよね、50S になると。からの？からの、ね、2球目これで合わせてくるでね、ほまちゃん。やるよ。ドラゴン選手。やってくるよ。ここからの。はいよ。まあ、どう取ったかな今。知らない。はい。はい。お、いいとこ出たよ。来たか？合わすね。298だね。捕まりがいいね。うん。捕まりはいい。ああ。なんか思ったよりトータルがいかなかったのがちょっと気になる。ステルスの飛んでるね。ステルスの。うん。出てる。おお、なるほど。なるほど。さあ、ステルス、これ MK5 でしたけども、コマちゃん、はい、総評的には。いや、すごくね、バランスがいい。振りやすくて、捕まりも良くて、なんかこう、構えもね、構えやすくて、うん、艶消しになってるんで、うん、多分眩しくもないし、うん、締まって見えるのかな。そう、すごい構えやすい、うん、タイコ何 cc ですか、LS で。はい、ということでということで、やっぱ日本製すごいですね、ね、技術とあれが、うん、はい、ということで ZX5 でした。はい、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 次は、タイトリストの TSR2 の、柔道のシャフトは TSP の100111純正なんですね。純正、あ、純正、これ S ですね、はい、これもなんかめっちゃ今評判よくて売れてるらしいんで、さあこれはどんな感じなのか。お、また音違うな。ちょっと捕まったか、これは。捕まってる ね、 おー、うん、ミート率すごいね、相変わらず。おお、
42.5 の 255.2 ミニミニトルツいいですよね。うん、いいね。そうですね、これね、またちょっと打感さっきと違いますね。でもすごい捕まりがいい感じがする。一発目からスピンちょっと先寄りなんで、シナリが、うん、あへ、さあどうなの、どう安定してる、うん、お数字の安定さ、わだっち、うん、これこの上手です。いいね、これ 257.6。 なるほど、 42.5、うん、はい、なるほど。じゃあ、MC 佐藤1球目、夢の300ヤード目指します。いい当たりだな。でもお、いや、これコースで出たら嬉しいよね。でんけど、でんけど、絶対でんけど、普通に嬉しい球よ、でんやつ。スピン量もスピン量もまあまあいい、ちょうどいいよね。いいよ、うん、じゃあ2球目いきます。ヘッドスピードは結構 46.5 出てますね。なるほど、うん、なるほど、なるほど。どう振った感じ。なんか今ステルスと MK に比べたらなんか反発パンって弾く感じがないかな。あ、ないんや。ぬちゃ系かなって感じ。へー、しっとり系、うん、しっとり系。うん、すげえ捕まるね、これでも、うん、平均的に飛びますね、君。ありがとうございます。やっぱね、50のヘッドスピードすごいですね。すごい ね、やっぱ50いくと、うん、やっぱこの数字になってくるんだね。うん、羨ましい。ヘッドスピードの割にはでもちょっと距離出てるな、これ。出てる、出てる。なるほど、うん、2球目いきます。ミロでいいな、これパフってなったよ今。あ、うん、あ、やっぱ、あ、300超えた、超えたよ。飛ぶんじゃないこれ。じゃあ、うん、しかも今ね、あんま当たってない。そうね、で50やしね。マジ、うん、あ、ほんと 1.46 も下がった、うん、そう、飛ぶかもね、この辺当たった。うん、ということで TS、 はい、うん、2球目ここでしたからね、ここ、うん、わかるんや、うん、ちょっとヒール目の下目ね。わかる。ヒール目の上目、うん。あ、上目ね。あ、上目ね。うん、上目。だからスピン量が減った、うん。うん。でも飛んでる。面白いかもしれないこれ。だね、完成度がね高いですね、うん。まあでもくっつくがゆえの捕まりが出るってことですよね。うんうんうん、いやちょっと面白いなこれ。ね、面白い。じゃあ次行きましょうか。はい。はい。じゃあ次はピンですね。来ましたね。最新のピン。ピンの G430 の 10.5 度。シャフトはこれ、ね、アルタ JCB、うん、SR、うん、行ってみたいと思います。このね、ピンの純正っていうのは結構有名で、うん、めちゃめちゃいいってアルタは言われてるんで、ね、はい、OK、行ってみたいと思います。この音いいな。どうかな。お、あ、飛んでない。ちょっと上がっちゃう感じ。ちょっとスピン量出た ね、 出たね。ね、ちょっと上がっちゃう感じでもね、なんかすごい捕まりいい感じは、食ってるなっていう感じはありますね。どうだ、うん、うん、安定。でもやっぱちょっとスピン量これも多いかな、ね、ちょっと多いかな、ね、ちょっとホマちゃんピン張ってないかもね、はい、ね、今までの中では酷評するとね、はい、そうかもしれない。うん、振りやすいけどスピン量多いかもしれないね、うん、なるほど、うん、じゃあ僕、1球目いきます。あ、顔はやっぱ馴染みやな、このピンの顔。おい、柔らかい、うん、柔らかい、柔らかいなりの球で取るね。柔らかかった今打った瞬間、柔らか、スピン量4000出てますね。ちょっと、ね、ユーティリティぐらい。そうやね。ちょっと柔らかかった、うん、ちょっと計算します。おー、いい感じ。あ、捕まらない、やっぱ、これは
そこそこ。でもちょっとスピンがやっぱ多いですね。ね。やっぱり柔らかい。シャフトがちょっとね。うん。柔らかい。これワラッチ。どうやって打つ？うん。うん。柔らかそう、一回振るとびっくりしたもん、これこんなにしなり戻る、しなり戻る。おー、いったぞこれ、うまいこと言ったよ。うん、めっちゃ捕まっちゃった。シャフトだな、これはシャフトやと思うな。うまいこと当たったやけどね。押した前やぞ。俺はいいよ、ちゃんと押したけど。なるほど。あ、でもここまでしか収まらん。うん、ね、スピン量が、スピン量がそう、これで2000ちょっとで出したかったんやけど。あ、そうだね、やっぱちょっとねじれやよね、取るとね。シャフトのしなりっていうよりは、ね、昔からっていうか前作前々作とかもあったけど、ヘッドがこう来る感じがあんまりない。うんうんうん、うん、そのまんま出る感じ、うん、特にね、これマックスなんでね。うん、特に曲がらないっていう、うん、そうそうそう、幅広いっていうかね、もう優しさを感じますね、やっぱりね、うん、僕は大好きなんで。うん、さすが売れてるだけあります、はい、ありましたね。うん、じゃあ次行ってみましょう。はい、はい、じゃあ次はコブラ、コブラの LTDX の、9度で、シャフトはこれですね、ツアー AD の、6S、はい、これ純正なんですね。純正のツアー AD 6S ですね。はい、これじゃあちょっと撮ってみたいと思います。あ、いい音。お、うん、弾き感ある、うん、ね、弾き感あるね、ね、弾き感ある。240、すごいな、うん、1.50 とか。まだホマちゃんの爆発的飛ぶやつ来ないね。来ないね。来ないね。安定は安定やけど。安定して250。平均してあのレこの数字を叩き出すってすごいな。安定。すごいね。よし、2球目いきます。お、ちょっとわつわ。ちょっと悪いか。うん。お、でもなんか距離出てるな。スピン量が少なくなった分距離がこれちょっとミート率下がったぐらい。ヘッドスピード41.3の249は飛んでるかもしれないね。飛んでる、飛んでる、飛んでる、ね、あ、面白いかもしれない、うん、これ、ね、これね、最初あのドライバー悩んでた時に、あ、みんなコブラがいいって言って勧められたんですけど、ヤオフー、ちょっと当たりが悪かったで、ね、合わせるっていうね。じゃあ2球目いきます。お、どうや、うん、いい球を、いい球やね、うん、ね、いい球、ナイスラウンドボール。でもなんだかんだヘッドスピードとかミート率とか飛距離とか俺もずっとこんな感じやもん、うんうん、でも打感がいい、うん、うん、なんかくっついてるんだけど弾いてる感もある、嫌じゃない、うん、顔もなんか嫌じゃない、うん、コブラ持ったことないけど、いやー、これはなっち楽しみ。ちょっとはシャフトもしっかりしとるで、うん、ね、低いぞこれ、これ当たってない。ちょっと申し訳ないあたりで、シミ大体左行くな、うん、安定して、そうそう、安定して、安定して左ね、おばちゃん。そう、ここ、ここ、俺のゾーン。あ、そう、俺のゾーン、わだゾーン、わだゾーン、左のやつ全部わだゾーンやな、あれ。そう、ボッ、うまいこと打ったぞ、今のでも。あ、でも、あ、おいおいおいってやつやね、これ。これね、あー、なるほど、ごめんなさい、一球も真ん中当たってない、うん、そうか、そう、もう一回打てるなら打ちたい。いや、ダメ。これやっぱりこのシャフトと、うん、やっぱヘッドスピードによって、うん、やっぱ当たりにくいっていう結果なので、うん、タイミングがね、それはマッチが悪いとかじゃなくて、うん、やっぱね、そうそう、どう、OK、このチームコブラ、うん、いや、良かったです、すごくね、弾く
弾くし、なんか今までのやつよりかはやっぱスピン量ちょっと抑えられてる気はします。ああ、確かに確かに確かに、うん。ロースピンな感じの。ということでね、はい、コブラツアー AD でした。うん、はい。はい。はい。はい、次は、キャロウェイさんのパラダイム、ね、新製品。これです。このパラダイムの、これは9度ですね。9度でシャフトは、ツアー AD、ね、ツアー AD の、CQ5 フレックス S、はい、これいってみたいと思います。新作ですね。新作、ね、ちょっとゴールドな感じの、ね、大人気。さあどうでしょう。これは大人気よ。これはどうなの。これ出るよ、ホマちゃん。出る出るよ、これちょっと初よ。うわ、ん、安定してる。ド安定安定安定42.5 250いくつってめっちゃ安定やな。なんかずっと多分同じ画面でいけるんじゃない、ね、え、もしかして僕だけ同じクラブ打ってるスクショ違うよ、全部おかしいな。なんか安定ですね。うん、あ、でもね、癖がない。これもね、ほんとなんか癖がないですね。なんか高級感あるね。高級感ある、うん、ゴールドになんかちょっと、ね、この裏かっこいいですよ ね、 ちょっとカーボンが青くなってるの、うん、グラデーションが青くなってる。でもなんかこれはね、構えた時に、あ、なんか捕まるなっていう感じがする。なるほど、うん、捕まえれるなっていう感じがなんかする。ちょっと捕まったか。どう、うん、捕まってます。あ、258、ちょっとちょっと伸びてるね。2ヤードぐらい伸びたね。ねえ、ちょっと遠くかもしれないこれ。へえ、どうパラダイム。あ、スピン量見てください。やっぱ少ないですね。あ、うんうん、あ、スピン量出ないんだ、ね、うん、だからやっぱこう吹かない。うん、ほんとわだっち。これ後ろのこの画像なんか大理石、青い赤青みかげみたいな感じ。分からへん、その石の名前言われても。青みかげ石みたいな。あ、これは左行くわ俺多分。ね、そういう感じしますよね、うん、ちょっと捕まり顔。そう、じゃあ1球目すごい捕まり顔。いや、捕まるだろうから逃がすね。あ、ちょっと次頑張るわ、うん、でもすごい捕まり顔っていうか、ちょっとアップライドしてる。おー、いい球、うん、あ、もう飛んでるよ。取るね。1.50 出ましたね。スピン量もやっぱりね、ね、抑えないですね。少ないね。うん、これ、まあ、ちゃん。うん。いい。いい。いいね。いい。いい。めちゃめちゃいいかも。うん、パラダイス。これは。そうそう。パラダイス。はい、じゃあ1球目いきます。お願いします。おお、飛んでそう。いや、当たってない。当たってない。はい、おばちゃん、はい、パーゾーン行ったよ。ワダゾーン来た。ワダゾーン行ったよ。ワダゾーンね。俺さ、こっち向こうかな、もうワダゾーン、ちょっとすごいね、捕まり方が。いや、でもやっぱこのヘッドスピードでこれ打つとこうなるっていうのが、わかる、よくわかっていいし、わかるわかる、全然調整しなくても。そう、だからこれでロフト選びなのかシャフト選びなのかっていうところらへんが、そうね、うん、あるね、それは生きてくるよ ね、うん、ね、そうそう、別にあの真ん中に打たなくても、うん、あ、深い音した、うん、おお、まあ吹いたうちに入ってないけど、うん、感触的には結構吹いてる今、うん、うん、だから多分吹かないでも、うん、吹いた感触なのに、うん、吹いても少ないね、うん、だからスピン量が全体に出づらい、ね、個人的にこれみんな多分捕まり顔だからあんまり好きじゃないかもしれないけど、僕フェードヒッターで擦るの嫌なんで、うん、これやとちょっとこう楽に飛ばす感じがイメージできる、捕まるから、なるほど、うん、エブリワンゴルフ、はい、はい、これで、今ので、メーカー品のドライバーは全部終わりました。はい、そうね、はい、まあ総評価としてはね、また最後に言いたいんですけれども、うん、全部いいね。いい、全部いい、全部いいね、うん、やっぱり2023年新発売ドライバー全部いい、うん、基本的には、うん、じゃあこっからちょっと楽しみですよ。
ジグラブ、ね、さあジグラブがどうなっていくのか、ねやっていきたいと思います。はい、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね見てね見てね。